はいどうもこんにちは、リュウボンです。陶器伝極み、今回はですね、前回、私がね生放送で、なんかねいろいろやってたらね、まあちょっとねそろそろ見たまをねちょっと変えて練習しようかみたいな話をねちょっとしてたら、しててね、でまあ賭けのスタイルが俺どうにもね あまりこううまくできなくて、でまあその賭けスタイルのね、まあ、サポートができたらいいなと思って空でも練習しようかなみたいな話をしてたらね、まあ、空なかなかいいですよと、縦と相性いいですよみたいなね話をもらって、でちょっといくつかね候補その時ね教えてもらったんだけど、まあその時は簡単にできる御霊構成でできるやつですよっていうことで教えてもらったんだけど、まあちょっとねその後御霊検索というね、なんだっけな、ちゃんとした名前ちょっと後ほどね解説するけど、御霊検索というもので、検索して俺の思ういいやつでちょっと構成してみたのでちょっと見てほしいんだよね。はい、ジジイですというわけでね、まず空スタイルの何がいいかっていうと、実はねこの御霊自体は、玉振り自体はそんなにピンとこないものが多いんだよね、実は。払い戸。払い戸っていうのは、鬼払い。R1 ボタンを押して、フィンフィンフィンと、鬼払いをするけど、その効果がある、なんか変な、ボワーンってやつを設置することができる。つまり、自分はどっか行きながら、ずっと鬼払いさせたりとか、あと死んじゃった人のところにポンと置いて生き返らせたりとか、そういうことができる。うん。まあ、そういう意味では、払い戸が一番使えるよね。で、虚空の顎。これはね、空間引き裂き、次元の強狭間を作り出すと。で、これはね、銃使った人ならちょっとわかると思うんだけど、吸引のね、弾みたいに、なんかブラックホールみたいな、ぐん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 引きつけるね、やつがあると。で、これはね、結構鬼を固定することができるから、なんか、ちょっとみんなが死にかけてる時とか、ちょっと一旦鬼待てみたいな時は結構使える。だけど、見ての通り丸玉振りなので復活までの時間が非常に長いのと3回しか使えないと、うん、でただね玉振りスキルによってはこの虚空の顎に払い戸の効果をつけるとかねいうことができるので、まあまあまあそれは便利なんだけどね。でこれ宿地は瞬間移動する。パッと見ね、なんだこれいらねえよって感じがするよね、パッと見で治癒と。で、俺も、こんなね、玉振りなんで、いらないじゃん、みたいな、思ってたんだよ、ずっと。したらね、そう教えてもらったんだけど、すごいんだよ。この、宿地強化回帰っていうのがあって、宿地を使用すると気力が回復する。そして紫スキルじゃないので、これは重ね掛けができるという意味でね。これをつければつけるほど、宿地を、こう、使った時に、気力が回復する。俺はこれを3つつけました。ね。宿地回帰、宿地回帰、宿地回帰。で、宿地の短縮。宿地の使用間隔を短縮する。で、宿地が自体が、四角玉振りなので、そうだね。もともと短いんだけど、さらにそれを短くすると。いうことで。で、宿地強化集合。これはね、ちょっと、どうなんだろうね。極みが宿地を使用した時に鬼ちぎり極みが発動可能な味方がそこにいればその近くに瞬間移動する。で俺ってさよくさ鬼ちぎり極みをねのゲージを他の人も見てねえっていうね、本当自分自覚してんだけど、ゲームしてるとちょっと熱中しちゃってね気づかないことが多いんだけど、それでもねちょっと遠くにいる時とかやべみんないるじゃんって時にパッと使えば、そのみんなのところにパーンと行くことができるということだな。で、それが、ここで。で、強化回帰。で、宿地短縮。で、宿地が増加。プラス10と。ね、これ、プラス10だからね。もともと、宿地が30個あるのが、さらに、ここで10ですと。で、次。激鱗。これはね、ちょっとまあ、この、極みの方の、要は、レベルを極みにした時におまけでついてくるものなので、まあ、対して。俺はあんまり、どうでもいいと。うん。ここが良かったらラッキーだよね、みたいな感じだよね、みんな多分。はい。で、宿地増加プラス10と。
さらに10プラスです。で、これなんだけど、これはね、ちょっと、俺がいいなと思ったものを、だあまりなんだよ、あまりスキル。で、祝地強化回帰。で、これはね、この、藤原の道貞の残ったスキルの中から、どれがいいかなと思って、とりあえずさ、消去法でこれになっちゃったんだよ。後期、広域補足。これ弓矢でしょ？だから俺関係ない。板伝強化。今空スタイルなので関係ない。鬼ちぎり回伝。まあ増加量上昇する。これもちょっと迷った方だね。で、シナトン風関係ない。板伝関係ない。祝地強化1000。祝地を使用した時にすぐに攻撃すると必ず会心が発生する。ただ、俺の持ってるのは、俺が使うとしてるのは太刀なので、まあ、ちょっと悩んだけど、まあいいかなって感じ。で、会心が発生した時に玉振りの使用間隔を短縮する。これ、いいよね。祝地短縮もついてるので、もしこれが重ね掛けできたらいいなと思ったんだけど、会心、をね、他で強化全くしてない普通の会心力なのであんまり期待できないかなと思ってこれは候補から外しました。で、瞬速移動速度が上昇する。まあいいかなって感じかな。祝辞があるからね早いから超早いから。はい、激鈴禁止がなった時はもうこれも持ってるからいらんね。あ、違う、あるんだね。はい、ということで気力上昇特が出たので、まあ消去法的に多分これだよね。多分みんなもそうすると思う。はい、最後、霧隠れ再造。虚空の顎増加プラス2。うん、まあまあこれはね、ここはどうでもいいんだよ。だからで、祝地増加なんとプラス15。これですごいことになってね、10、20、35で、これでだから65個、5回使えると。まあ多分ね、祝地増加の数だけで集めればもっともっとすごい数できるんだけど、まあ、今回はこの祝地強化回帰、これがメインなのでね。だからまあまあしょうがねえよな。はい、で、会心が発生した時に玉売りの使用間隔を短縮する、ついてんだよね。で、ただこれもね、ちょっとね、選んだんだよね。もうやるしかないっていう感じよりも、でね、これがね、戦闘スタイル空の時に鬼払いによる玉振りの使用間隔の短縮効果を5秒延長する。はい、鬼払いによる玉振りの効果、ちょっとごめんね。これ忘れた。空の時に鬼払いをすると、近くにいる味方のね、に何かバフつけるんだよ。ちょっと効果下に書いておきます。はい。で、これを5秒延長するってことかな。じゃあちょっと微妙かな。ものによってはやりたいけど。はい。虚空の顎延長プラス5。5秒延長。で、祝地強化一戦いらなかったね、さっき。で、虚空の顎。今回は祝地がメインなので、これは無視しました。で、飛炎中の、飛炎は、相当の話なので関係ない。で、コンサはもうついてるのでいらない。あれ、コンサついてた？ちょっと待って、俺。あ、ついてない。よかった。まさかね、ここでちょっと気づくとは思わなかった、ね。コンサでしたね。はい。というわけで、コンサっていうのは、攻撃の途中で玉振りを発動できるようになる。太刀でこうバシバシって攻撃して、あ、やばい、気力つきそうだって時に祝地をパンとやるために、まず、コンサがないと話にならないので、これはもう必須。ということでね、これをね、集めるのに結構俺、大変かなと思ったんだけどね、多分、ガチ勢ならね、みんな知ってる、あのツールを使いました。はい、これがね、僕が今言っていた、陶器伝極み、見たま検索、言えてないな。陶器伝極み見たま検索というね、ツールで、ツールといってもね、ウェブツールなので、誰でも利用可能で、特にもう、利用制限特に何もかかっていないというものでね、すごい俺びっくりしたんだけど、かなり便利になってた。で、これでね、例えば、最初ね、こういう風に全体から、まあ、こうパッと見なんかめんどくせえなっていう感じが一瞬するかもしれないけど、そんなことない。で、まず俺がやったのは、これね、別にここ選ばなくていいんだよ、実は。こっからスキルを選べばいいんだけど、こっから選ぶのは大変じゃない。だから、全体から選ぶのところを、まず、空スタイルにする。自分が何のスキルを欲しいのかをまず探す。で、空スタイル。で、次に、自分がつけたい、欲しいスキルをここから選びます。で、今回、祝地の、あれどこだっけ、祝地回帰あった、これだね。はい、ってやると、陶器伝の、陶器伝極みに出てくるスキルじゃない、御霊の中で祝地強化回帰を持っている御霊が全部込んでます。で、
こうやってね、これすごい便利なんだよ。前はね、こんなに、ね、再始動のね、この、なんだろう、スキルの説明とかね、全然出なかったんだよ、前は。だからここでコピーして、で、ウィキで調べるみたいなことやってたんだけど、いつの間にかすごく便利になってた。これすごい便利、完璧だよね、だから。はい。でね、ここで見ていくんだけど、これでもうね、すでにもう5個に絞れてるから、まあ、俺はこのままやったんだけどね。で、最初ね、ネネと、三つ国と、あとなんだっけ、ヒミコやったんだけど、どうしてもね、俺、宿地強化回帰をもっともっとちょっと強化したいと思って、3人集めたかったのね。それで、水戸の三つ国だけ残して、なかなかいいね、スキルが揃ってたので。で、いろいろ見たところ、道真が一番いいかな、ということでね、やりました。ちなみにね、これの使い方で俺が一番ね、助かったのは、まあ、ジンだよね。ジンのね、なんだっけな、ジンで、違う。スタイルはどうでもいいんだよ。で、この、気力上昇系とかで、違うな。ちょっと待って。これだ。攻撃上昇系、心技体でね。前はね、こんなんじゃなかったんだよ。もっとね、もうちょっとは使いづらかったんだよ、前。ただ、それなりに慣れてたからね。で、この、回心力上昇特を持ってると、ね、超いっぱいいんだよ。で、持っていながら、ね、いながらよ。いながら、鬼ちぎりの、ね、この鬼ちぎり、回電、武器ゲージ増上量、ね、こう持ってるやつはとかさ、まあ、これは俺使ってないけど、多分ね、白人のひらめきを俺使ったと思う。これかな？細川勝本、確か俺、こいつつけてたよね。とかね。で、どんどん絞れていくんだよ、これで。で、これで攻撃力特を持ってるやつ。さすがにいないとかね。だよ。で、こうやってね、条件をどんどん弱くしていくとね、あれ、いないね。さすがにこれ以上はいないみたいだけど。うん。もうこんな感じでね、やっていくんだよね。するとね、なかなかいいのがね、闘志とかね。で、闘志で攻撃力大。おー、ほら、真田幸村。いいじゃん。いいスキル持ってんじゃん。回心力上昇特に、攻撃力上昇大。で、闘志。で、しかも回心力上昇がここだから、渾身延長。これ何？ああ、槍か。でもこれと組み合わせてもいいよね。この4つ。回心力上昇と闘志と攻撃力。で、こうやって自分のすげえと思う見た目を探していくんだよ。だからこれはね、ぜひ、一応 URL ね。URL に関しては、コメントってあれね。俺の動画の詳細文のところに、打っておきますので、ぜひアクセスしてみてください。はい。というわけでね。じゃあ一回ゲームに戻ろうか。はい。戻ってきました。という感じでね。風に作りましたと。でね、ちょっと実はね、今まあ論理的にいろいろなんかガタガタ言ってたけど、実は試すのは初めてで。でね、あんまりね、強すぎる試しもなんなので、ちょっとこういうとろ臭いやつをちょっと相手にしようかな。まあ、つっても極み級なんでね。油断せずに行くぞ。お願いします。はい。回心力上昇大。あ、でも嬉しいよね。はい、行こう。はい。計算通り。この宿地がね、宿地が、65になってますと。で、払い度は6、国の阿弥陀がなんと5になっているということでね。さて。で、見ての通り。おっしゃ、おー、いいねー。めっちゃ回復したねー。待って、あー、くっそ。くっそ、今の腹立つなー。オッケー。なるほどねー。え、ちょっと、まだ慣れてないってのもあるかね。危ない危ない。オッケー。おいしょ、甘い。こうやってね。ちょ、待って、待ち。うふー、怖え。今危なかったね。いいじゃん。いいね。いいよ。あんまりね、欲張ると、やはり、どっち行ってんだよ、マジ。はい。いい。すごくいいね。よいしょ。そうだな。最初のうちにあれ使っとくか。
多分この亀俺の方向いたんだろうね。よいしょ、甘いね。はあ疲れたという感じでね、最初のうちにこいつを使っとこう。うん、これが虚空のアゴ、虚空のアギトって言っちゃうんだよね。なんでだろうね。なんかの多分映画のタイトルかゲームのタイトルが多分原因だと思うんだけど、なぜかね言っちゃうんだよ。甘いね、いいね、便利だね、すごくいいよこれ。みんなこんないいの使ってたのか、ずるいな。よし、ナイス、素晴らしいね。ハラエドとかはでもさ、まあいいか。あの要はね、 NPC に、あくそ、 NPC にね、このなんだろう、攻撃の指示を与えて、で俺のこのハラエドで鬼のパーツを回収するみたいなことをできるかなってちょっと思ったんだけど、まあそこにしなくていいかなってちょっと思ったな。ナイス、俺がね切ってるところをやって俺のお手柄をね取るっていうね。よいしょ、すごくね気持ちいいわ、ストレスがない。このあー気力がなくなっていくとかね、ほらちょっと今危なかったけどね。待って、おいしょ、いや今のはダメだったな、今のダメ。お、いいねいいね、あー気持ちいい、なぎさんの回復気持ちいいな。よしという感じで、まあ大体分かったからいいかな。鬼ちぎり極みのね、あの味方のところに行くってやつもマルチじゃないと意味ないあのものなんでね、まあ、基本的にはマルチ、まあマルチだからこそ俺もねこの空を使うっていう風に思ったわけなんだけどね。これ面白いわ、超面白い。おいし、甘いね。どんな感じ？あ、全然だな。まあいいや、まあ、あの大体分かったので、まあ今回はもうこのままやっつけちゃおうかな。はい、もうねだいぶ、追い詰めてで、ね、まあなかなかね欠点もあり、通過54、すげえ回復したな。あ、そんなに一気に回復するんだ、とのあの合コンで、合コンみたいに聞こえるよね合コンって。合コンかー、しばらく行ってないな。あのね、いや社会人になってもね合コン行く機会ってあって、まあ合コン好きねエロいやつがね必ず会社に一人いるんだよ。でそいつがあの女の子をね集めるから、ちょっと人数頭必要だからさ来てくれよみたいなこと言うわけだよ。まあね、そういうやつには必ずついていくこと。問題なのは、あ、はい、何の話してんだよ。まあね、問題なのはその時来る女の子が目当てなんじゃなくて、その子と友達になってさらに別の女の子を紹介してもらうっていう風にしないと、まずねタイプの女の子とまず巡り合わないからね、俺みたいにね、どんだけ頑張っても巡り合うことはない。はい、そのだけ頑張らないとダメなんだけど、最近ずっと遊んでます。はい、というね俺のお話でした。はい、というわけで、空かなりいいね、これからねちょっとマルチでもこれを使っていきたいと思います。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。またな。